エッド・シューリンとかアーツ・チルドレン <laughs> 違うエッ,エッド・シューリンって聞いたら知らないですか、うん、国の名前ですかああじゃあジャスティン・ビーバージャスティン・ビーバー動物ですか <laughs> 違うケントロさん来てくれてありがとうございます こんにちは、健太郎です。こんにちは。<laughs> 前私はあのインタビューしたんだけど、はい。何三、はい、年前？ちょうどコロナ始まったくらいですよね。はい、神社行ってね。そうですね。はい、ああ楽しかった。<laughs> と自己紹介お願いします。あ、自己紹介。はい、ええー、本間健太郎と言います。ええー、世界中のすべての国の国家が歌える国家ジュークボクサーというのをやってます。ええー、二百三十カ国以上の国家全部歌えます。 素晴らしい日本が認めている国って言われるっていうのが195か国あって日本含めて196か国なんですけど例えばイギリスだったらウェールズとかスコットランドとかあと北アイルランドとかあるからそれぞれ歌があるのでそこも覚えてますすごいですねもう想像できなくて素晴らしいじゃそれちょっともっと詳しく聞きたいと思います。国国のがえまますからこれで に何度も聞かれたことがあると思いますけど、はいはい、なぜ国家に興味を持ったのでしょうか。一応、あの生まれつき覚えてたっていう設定なんですけど、でも、<laughs> あの、本当に言うと、あの小さい頃、日本には運動会っていうのがあるんですね。それで、子どもたちが学校で、あの体育、体育のフェスティバルをするんですけど、その時に、あの世界中の万国旗って言って、国のあの国旗がこう。 な,な,なんててうのか上に貼られてるんですよそれを見た時になんか小さい頃からすごい国いろんな国があるってことに興味を持ったのが一個です。あともう一つは、えー、とーその小学校の6年生の時に「キン肉マン」っていうアニメがあって日本にはアニメがあったんですけどそのアニメの中で、うん、とロビン・マスクっていうのが出る時にイギリスの国歌が流れていてウォーズマンっていうのが出てくる時にそ,その時ソビエト だったんですけどソ連の国歌が流れてて、うん、そこであ国歌っていうのの存在を初めて知って興味を持ったの国歌には過酷の歴史や信念に反映されていて、うん、歌うことで国民の愛国心を呼び起こすものだと思いますがどのような気持ちで他国の国歌を歌っておられますかあ、はいえー、とそうですね うんと国歌っていろいろこう意味とか思いとかが多分本当に詰まってるんですけれどもそれなので相手の国を理解したいなと思ってえ国歌を歌うようにはしています、うん、えっと本当に世界にこんなにたくさん国があってそれ,それぞれの文化を持ってるのでその文化をちょっと知りたいなっていう思いをいつも込めて歌ってます、はい、おすごいじゃあ今まで一番、うん インスパイアされた曲はありますか。本当、うん、ね、一つ、あの、一番最初に。ちょっとびっくりしたのが、インドの国家があって。うん ちょっと歌ってもいいですかえ、どうぞどうぞ。ジャなガンナマナディナヤカジャヤヘバラタバギャビダータパンジャーバシンドグジャラタマラタドラビダウカラベンガルビンドヒマチャヤヤムガンガウチャヤジャラダランガっていうのがあるんですよ。よすごい、はい、素晴らしい。はい、これはパンジャーバジンドグジャラタマラタドラビダガランガって そのインドにはたくいろんな場所があっていろんな民族がいるんですね。そののみんんなの名前を言っていくんですよ、うん、でみんなが喧嘩しないように誰この人の神様って言わないでみんな,の中にみんなの名前を言ってみんなの中の心にある神様だか思いだか、うん、そういう大切にしてるものを に感謝しよう。そして、えー、僕たちにはそのし勝利を得ようみたいなそんな歌になってるんですね。うわー素敵ですね。だ、はい、からとてもなんかそれを聞いた時にうわすごい平和の思いが込められてるんだなっていうのを感じました。うわー、うん、素敵。はい、でもあの二百三十カ国の国家を、はい。はい 覚えるプロセスがとても大変そうと思うんだけど、うん、それそのプロセスを教えてくださいそうですね、まあ、一応生まれつき覚えてたっては言ってるんですけど <laughs> <laughs> 頑張ってまあ,あのその小学校の時から聞いてそして中学校卒業して高校あれくらいですかね覚えていったんですけど最初、うん、はよく知ってるアメリカの「おおせいかにせい」とかああいうよく知ってる あとはフランスのアロンズフララ・ンンン・スアロァル・パトリールね <laughs> よく聞いたことあるような国家から覚えてって <laughs>、うん、ほいでもう本当にコツコツ図書館行ってその頃はインターネットってまだなかった YouTube もなかったんですよ、うん。YouTube って2003年からですからもっと1900何年からやってたので、うん、すごいほいでうんと図書館行って調べたりあとその頃はまだパソコン通信って言ってインターネットのなんか最初の段階みたいなのがあったのでうんと他国の,この掲示板に、うん。 あの、外国の人でも国家好きな人いるんですよね。それ、うん、であの情報を載せててくれて、それを見ながら歌詞を勉強したりとか、うんと歌をなんかこう。どっかの国のラジオの最初に流れたのを流してくれたのを聞いたり、とかしながら覚えてって。それ、うん、でいつもお風呂の中で覚えてるんですね。お風呂の中でお風, <laughs> お風呂の中に楽譜を入って覚えてるんですけど、そしたらあの日本には回覧板って言って、マンションとか住んでるとこう。 く家に連絡を回すすのが来るんですよそこの中に「外国人の歌がうるさい」って書いていて「僕のせいだと思って大変申し訳ないことをしてしまってどこの国の人か分かんないけどずっと歌ってるって書かれてそれ僕です」って大変申し訳ありませんでした。<laughs> <laughs> まあ全部の、no. 国家の歌詞の意味や背景まで調べたのでしょうか、うん、なるべく調べるようにはしているんですけれどもまだまだそんな完璧にはまだまだ分かってないけれどもインターネットとかうんと図書館行ってその国家が何を意味しているかをなるべく調べて歌うようにはしていますで、出会った外国人にその人の国の国家を披露するとどんなリアクションをされますかどんなリアクションするでしょうね僕が アイスランド国家だった時どうでした <laughs> 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 びっくりした <laughs> びっくりした聞き取りやすくて <laughs>、うん、発音もできてるねって思った本当ですかはい <laughs> ありがとうございます <laughs> いやでも本当にそんな感じで <laughs>、うん、僕はそのもともと白八重っていうプロジェクションマッピングのパフォーマンス団体にいて世界中でショーをやってたんですねそ、うん、れでロンドンでも4ヶ月ショーをしたりとかアメリカツアーとかでこうやってアメリカ人回ると、うん、アメリカとかって本当にいろんな国の方がいらっしゃるので例えばそこにルワンダの人がいて「ルワ、うん、ンダージーザギーフグチャーチュー」って歌ったら「ああ!」ってみんなこう。<え> <laughs> 盛り上がってそれで例えばその800人くらいいるホールで音察するんだけど、うん、今日はこの列のこっちからこっちまで全部歌いますとか言ってあの国歌をどんどん歌ってたら、まあ、みんな本当に大、うん、すごい盛り上がってくださいましたですすよよねみんな盛りり上がりますよねでも国によっては国歌を歌うと,ちょ,っとちょっとその国歌を歌わないでっていう人とかもいるのでいますか例えばイランの人とかだと新しい前の王様が好きな人は今の体制が うんあんまり好きじゃないから今の国家は嫌いっていう方もいらっしゃるし、えー、かだからそこは気をつけなきゃいけないのとあとタイの人とかって「プラテンタイラムナチャチャタイ」って歌うとみんなみんな起立しなきゃいけなくなっちゃうので <laughs> <laughs> いややっぱりみんなのリアクションは違いますよねみんなリアクション違います国によっては世界の国家を歌うっていう仕事はケンタロウさんの人生にどんな影響を与えましたか 世界中の国歌が歌えたことで、うん、といろんな国の人と知り合うことができました、えー、もうなんか街歩いて,てても誰でも友達になれる気がするくらい、うん、タイム例えばニューヨークのタイムズスクエアいてもそこにいる全員の国歌を歌うつことができるので<お>あのあ浅草歩いててももう来る人来る人みんなの国歌が歌えるので、うん、まあみんなと何か,は何かコミュニケーションは取れるなっていう自信は。国国の国歌が、はい 暗記しているんだけど、うん、それっていうのはなんか現在のポップソングとかロックソングは知ってます、はい、聞きますか,ですかいや僕国歌しか分かんないので <laughs> あの野味噌99%国歌しか入ってないであと1%で今頑張って喋ってる感じですので <laughs> 他の曲は本当に何も知らなくて <laughs> じゃあ、うん、エッドシューリンとかアーツチルドレン <laughs> 違うエッ,エッドシューリンって聞いたら知らないですか、うん

で、あの今後他にマスターしたい。今後、デブ、今後れ。違う、今後。あ、<laughs> 今後ね。そう、<あ>今後、<あ>他にマスターしたい<あ>。 あの分野などはありますか一個やりたいのが、まあ、いろんな国の国家の意味もう少しはっきりきちんと知りたいのももちろんあるんですけど<お>今世界中のすべての国の応援を覚えるのを NHK でやってて<お>アイスランドっていう国がドンドンホー「どんどんほうどんどんほう」ドンドンってやるのをあ,のある素敵な女性がテレビでやってたのを見て覚えてそこから始まってね実はあの番組を手伝ってたんです。 ああそうなんですか、はいえー、の日本にある NHK という番組がやってて、うん、オリンピック前に世界の全部の国の応援を、えーうん、やるっていう番組があったんですけど例えば日本だと日本日本違う違う違う、韓国だとテーハミングっていうのがあるんですけど。 こんな感じです全部の国の応援を今覚えようと頑張ってますわーすごい、はいえ TikTok、とかかややればいいですか、はい、やってるあ実は TikTok もやってて今は全部の国の国旗を、うん、あのポスカっていうペンで描きながら国歌を歌うっていうのを上げてるんですけどえーはい、ぜひみんな登録してみてはい、はい、あのケントジャパンで出てきますのでぜひ見てくださいそ,それでそれをやったらなんかやっぱりいろんな国の人がこう見てくれてやっぱりそうですよね、はい、喜んでくれるのででは最後に「 あの現在取り組まんでいるプロジェクトはふだんはプロジェクションマッピング協会っていうところで働いてるんですけれどもこの間は、えーとまあ、ちょっと今、うん、ウクライナの情勢があってロシアがこう攻めたっていうところがあって世界がもっと平和になったらいいなっていう思いを込めてハンガリーの、えー、とマキシテンシティさんっていう。 日本でいうチームラボみたいなあのメディアアートのカンパニーがあるんですけど、うん、そこの人がえっ、ー、と中心になって世界中のメディアアーティストたちのそういう映像の芸術を集めて世界の有名な場所で上映しようっていう企画があったんですね。うん、それでこの間はフ,フランスのエッフェル塔とかいろんなとこでもやったんですけど、日本は日本の広島の原爆ドームの前から始まって、うん、沖縄でやって、あと渋谷っていうとこにクロスと、うん、渋谷交差点って大きい 交差点があるんですよそこの横にあるビルでもやってもらったりとかいろんなところでその映像をが画面に流したりプロジェクションマッピングして映したりとかしながら世界中でやったんですね、うん、そういうのをちょっと手伝ってたりし,して、うんとまあ、これが今まだちょっと続いてるっていうのがあります。あとももうう一一個個大丈夫ですかはあのアフガニスタンの国家 ダーワタンアフガニスタンディダエスディハアフガンディクデソリクデトリハバチャンエカラマンディダーワタンディトゥルクディバロケディウズバコってこんな感じなんですけどこれも さっきイン,ドインドと一緒で全部のの民族の名前を言っていくんですね <No. S 1> それでアフガニスタンっていうのもたくさんの民族がいてたくさんの言葉がある国なんですけども、えー、うんとその民族のみんなの名前を言ってみんなであの平和な国を作っていこうってう歌がすごい素敵な歌だったんですよ。だったんですけど、うん、実は今回あのタリバン政権というのになってしまって<ー>国歌を歌えなくなってしまったんです。あら これで僕そのインスタグラムで国旗も書いてすごいああ緑と黒と赤の素敵な国旗があるんですけどその国旗も偶像崇拝っっっってててて言つままり絵とかを描いてはいいはけななのででくしたんですね、うんはい、それで、えっと、実はオリンピックが日本に来ないであって、うん、その時に女子の柔道選手、うん、アフガニスタンの選手が日本に来てたんですけどタリバン政権になってしまって、うん、女性がテレビに出るなんて そんなのありえないって言って彼女は殺害予告をされてしまって国から<ー>ほいで戻れなくなってしまったんですねアフガニスタンにや<ば>そいうその子のお兄ちゃんはフルートを吹くので音楽なんかやってるのけしからんということで彼も殺されちゃうから戻れなくなっちゃって厳しい,い厳しいそれでお母さんはお母さんとその3人で日本に亡命してきてるんですけどただ日本政府も、うん、そのオリンピックも終わってるし 戻さなきゃいけないでも戻ったらし殺されちゃうっていうところでこの3人の子たちが人たちがなんとか日本にビザを発給して、うん、日本でちゃんと生活していけるようにっていうのを、まあ、友達たちがこういう動きをしててそれ僕も手伝ってて。 でなんかその子たちが、ね、例えば日本の学小学生たちに柔道と音楽スポーツと音楽とあとお母さん料理得意なんで料理を教えて文アフガニスタンの文化を教えて、うん、ほいでこんな国が世界の中には今あってこんな問題があったりするんですよっていうんと世界にはねそういう感じでいろんな民族がいていろんな問題があるのでそういう人たちがそうやって語る授業みたいなのを学校でやっってていいきたいなと思ってでは最後はゲームをやりたいです。はいはい、あのーうん 神に、うんあこ、あの、あの国の名前を書こうと思ったんだけど、ずエス s ィージ思い出して。はい、まあ、神そこまで。そうねの。言ってくれたら、どんどんどんな国も、しかも歌ってる最中に、<お>言ってくれたら、どんどん切り替えて歌えることができます。最初は、はい、あ、アイルランド。<laughs> シーネフェナファ、あた、あ、あ、アイラン、ウィンドースーダス、ダーディンドランジン。

すてきすばらしい本ンに面白しい才能を持ってるからで,すかでも国家しか分からないんですよ <laughs> <laughs> でもそれで,それで素晴らしいと思いますあではあの今日は本当にありがとうございましたごこそありがとうございます、はい